イロクオイ級ミサイル駆逐艦、イロクオイ級駆逐艦、イロクオイ級駆逐艦は、カナダ海軍の駆逐艦の艦級。艦名に、世界各地の部族の名を用いていることから、トライバル級とも称される。当初は、ヘリコプター駆逐艦、DDH として建造されたが、1980年代末からのトランプ改修によって、装備を一新し、防空艦としての能力も具備するようになった。 カナダ海軍では、1940年代末より、大型水上戦闘艦の独自設計に着手し、まず、イギリス海軍のホイット B 級、12型と歩調を揃えたサンローラン級を建造した後、1952年、発注文は、レスティゴー主級、1957年発注文は、マッケンジー級と順次に改正を重ねつつ、建造を継続し、1959年、 発注文では最終発達型としてのアナポリス級に至った。一方、1960年にはトライバル級ミサイルフリーゲートの計画が発表された。これは4000トン級蒸気タービン主機を搭載し、監視艦板艦に54口径 127mm 単装速射砲、そして艦備艦板にターターシステムのミサイル発射機を搭載する防空艦であった。 しかし1963年末、同級は発注以前の段階でキャンセルされた。その後、設計は対戦艦に修正され、1968年に発注された。これによって建造されたのが本級である。また、防空艦の計画も順延されつつ進められており、1986年には本級を防空艦として改修するトランプ。 が発動された。船体は新設計の朝鮮手楼船系とされた。現、ユラ装置としては低速時の安定性を考慮して原用タンクが搭載されている。NBC 防護を考慮して海水散布装置を設置したほか、エンクローズされたシタデル構造も導入された。煙突はもともとは日本煙突でアンテナとの排気の干渉を避けるため V 字型に配置されていた。 その後、トランプ回収の際に一本煙突に回収され、赤外線放射の軽減措置も導入された。上記の通り、最初期のトライバル級計画では、蒸気タービン主機を搭載する予定だったが、改定された際にガスタービンエンジンに変更された。巡航用として、プラットホイットニー FT Jr.3 3700馬力、高速用として、同社の A2、 25000馬力を輝く構成で、組み合わせ、スイス製の二重減速機を介して5翼の可変ピッチ、ロペラを駆動する方式とされた。なお機関は、環境からの遠隔操縦が導入されている。電源容量は2 7 5 0ットであった。その後、トランプ回収の際に巡航用エンジンは、アディソン 570KF。 6445馬力に更新されたほか、出力1 0 0 0ットのディーゼル発電機も搭載され、電源容量は3 7 5 0ットとなった。また、機関殺音の低減措置も強化された。高速用エンジンをゼネラルエレクトリック LM2500 に換装することも検討されたものの、これは実現しなかった。レーダーとしては、対空捜索用に、 SPS-501、低空警戒、対水上捜索用に、MM、MM-SPQ2DE を搭載した。ソナーは、単身技と、可変振度ソナーを連動させた S S、SQS-505 のほか、海底捜索用として S S、SQS-501、A 海軍162型を搭載した。本級では、発射者の明日はず戦術状況表示装置及び、 リットン社の CCS-280 戦術情報処理装置を搭載し、リンク11の運用に対応した。また1982年には、アメリカ製の AN-WSC-3 衛星通信装置が搭載され、OE-82 アンテナ2機が設置された。電子専用としては、AN-WLR-1 電波探知装置と AN。 ウルックマイナス6電波妨害装置2機が搭載された。艦砲としては、監視艦班に54口径1 2 7ト、mm、ル単装速射砲を搭載し、MK60 砲射撃式装置によって完成した。対空兵器としては、シースパロー股艦防空ミサイルが採用されており、環境直後両限に WM-22 射撃式装置、そして、 環境構造物前方両原には4連装発射機が設置された。この4連装発射機は、レーセオンカナダ社によって開発された独自の装備で、普段は環境構造物前方の看板室内に格納されており、使用時は両原に向けて露出されるという因権式の構造になっていた。搭載弾数は32発であった。また1981年2月、ヒューロンでは、 冷静音車の垂直発射型シースパローの試験を行った。本級の特徴の一つが充実した関西ヘリコプター運用能力でシーキング紹介ヘリコプターに気分の格納庫を呼びヘリコプター艦艦を設置した。従来のヘリコプター搭載艦と同様ヘリコプター艦艦にはベアトラップ着艦高速機体移送装置を装備したがヘリコプターに機搭載に対応して 機体移送装置の機上は二乗付設された。一方、航空偽装の充実に伴い、対戦兵器は三連装のリ輪廊 MK、重対戦迫撃砲一機と三百二十四立方ミリメートル連装単魚雷発射艦二機のみと、された。あ、防空艦としての改装に伴ってレーダーはすべて、乾燥され、対空捜索用に SP、s p q 五百二 l w 零八低空警戒。 対水上捜索用に SPQ-501DA-08 に LS を搭載した。ソナーはこの時点では変更されなかったが、1998年より SQS-510 に更新された。戦術情報処理装置は、ス5 0 4及びス5 0 7電子計算機を用いたユク -501 パ発に更新された。 またジョッツ e が搭載され、後に JNSYS に更新された。SHFUHF 帯の衛星通信装置が搭載されたほか、商用のインマルサットも搭載した。電波探知装置は SL9-503、ラカルシャ、ケイヌズに更新された。電波妨害装置も同社のラムセスに更新する予定だったが、これは実現せず、 後にアクティブデコイの運用能力が付与された際に、鉄された。デコイ発射機は、プレッシー車のシールドに変更された。艦首に搭載されていた54口径 127mm 単装速射砲は撤去され、ここに、スタンダード SM-2MR 用として、29、セルの MK41VLS が収容された。誘導用の追尾レーダーとしては、DDH 時代に、 WM-22 が搭載されていた位置に SPG-501 スター1.8が設置された。環境前方に設置されていたシースパロー股間防空ミサイルの発射機も撤去され、拡大された環境構造物の前端部には62口径 76mm 単装速射砲が設置された。その射撃式用としては、 環境構造物上にリロットマイナス8が設置された。また格納庫上には、ファランクス 20mmCIWS が設置された。対戦迫撃砲は撤去されたが、魚雷発射管は維持されている。また、SLQ-25 追魚雷デコイも搭載された。本級は、2010年代初頭には、全艦が退役する計画となっており、2005年には、 海軍の縮小によって、運用人員を確保できなくなったことから、2番艦、ヒューロンが退役した。2015年には1番艦、イロコイと4番艦、アルゴンキンが退役し、最後まで現役であった3番艦、アサバス艦も、2017年3月10日に退役した。現在、本級とハリファックス級フリゲートの一部艦を代替する。 カナダ水上戦闘艦の策定が進められている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。